こんにちはヒューガーヨイチです、えー、今日も、えー、デボーションシェアということで「えー、マルコの福音書」13章を読んでいきたいと思います。イエスが宮から出ていかれる時弟子の一人がイエスに言った先生ご覧くださいなんと素晴らしい石なんと素晴らしい建物でしょう。 するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですかここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデルが密かにイエスに尋ねた。 お話しくださいいつそのようなことが起こるのですかまたそれらがすべて終わりに近づく時の印はどのようなものですかそれでイエスは彼らに話し始められた「人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ 私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞いても、うろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。 これらのことは、生みの苦しみの始まりです。あなた方は用心していなさい。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために、総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして、彼らに明かしするのです。まず福音が、 すべての民族に述べ伝えられなければなりません。人々があなた方を捉えて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただ、そのときあなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく、精霊です。また、兄弟は兄弟を、 父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち、死に至らせます。また、私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。荒らす忌まわしいものが、立ってはならないところに立っているのを見たら、 読者はよよく理解せよユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり中に入ったりしてはいけません畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけませんそれらの日身をの,の女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れです このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には、神が創造された秘蔵世界の始めから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような苦難が起こるからです。もし主がその日数を少なくしてくださらなかったら、一人も救われないでしょう。しかし、主は、 ご自分が選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださいましたその時に誰かがご覧なさいここにキリストがいるとかあそこにいるとか言っても信じてはいけません偽キリストたち偽預言者たちが現れてできれば選ばれた者たちを惑わそうと 印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私はすべてのことを前もって話しました。しかしその日、これらの苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされます。 その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見ます。その時人の子は見つかりちを使わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めます。いちじくの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると、 夏が近いことがわかります。同じように、これらのことが起こるのを見たら、あなた方は、人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。誠に、あなた方に言います。これらのことがすべて起こるまでは、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし、 私の言葉は決して消え去ることがありません。ただし、その日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の見使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方は知らないからです。それはちょうど、 旅に出る人のようです。家を離れるとき、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ですから、目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか、夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか、 明け方なのかわからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。私があなた方に言っていることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。はい、ということで、えー、マルコの13章、えー、これは、えー、マタイの福音書 にもありましたしたそして、えーまあ、ルカの福音書にも重なる部分が出てきますけれど、えー、この「オリーブ山での説教」まあ「三条の説教」というのがマタイの福音書の、えー、5章から7章まで有名なところがありますけれど、えー、この「オリーブ山の説教」というのも、まあ、非常に重要な位置を持って教官福音書の中で、えー、語られています。 ルカの福音書には平地での説教というのが出てきますけれどこの「オリーブ山で」でこの世の終わりこの世界の終わりについてイエスが語っていくということが描かれているわけです。3節ですねイエスがオリーブ山で宮に,宮に向かって座っておられるとペテロヤコブヨハネアンデレが密かにイエスに尋ねたということでえ まあ、13章の最後まで、その、メッセージが語られていくわけですね。で、えー、まあ、特に私自身教えられることは、まあ、33節からのところですね。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方は知らないからです。五三35節。ですから、目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、 夕方なのか、夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか、明け方なのかわからないからです。そして三十七節。私があなた方に言っていることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。この三回目を覚ましていなさいとイエス様が最後の方で言われている。まあ、それと、もう少し前になりますけど、九節にはあなた方は用心していなさいというふうに。 おっしゃってるわけですね。でこれは、えー、まあ霊的に目を覚ましているということを語っておられると理解することができます。まあ夕方夜中鶏の鳴く頃明け方ということでまあ夜中中あのこれ睡眠時間だかなくなってしまうわけですね。その言葉通りに捉えてしまえばしかしそうではなくていつ来られてもいいように。 私たちの内なるものが整えられているということ別の言い方をすると私たちが霊的に眠ってしまっていて主を忘れている姿を晒すことがないようにということですねで私たちはあのまあそういう意味で霊的に鈍いものなので、まあ、眠ってしまいやすいわけですよね ある意味この世は、そしてサタンは、そして私たちの肉の思いというのは、私たちを眠ら、霊的に眠らせようとするわけです。しかし聖霊は、そしてここで読んだ聖書の言葉は、そして聖書の言葉を語ったイエス様はじめ使徒たちは、目を覚ましていなさい。と私たちに語りかけてくださるわけです。 つまり別の言い方をすれば目を覚ましているというのは、まあ、聖書の言葉にちゃんと耳を傾けて、まあ、常に御言葉に触れているということになるわけですね。なぜならリマインダーとして私たちに思い起こさせるものとしてこの聖書の言葉は記録されているからなわけです。で、私があなた方に言っていることは全ての人に言っているのです。 目を覚ましていなさいと。これ誰に言ってるかって言うと、さっき見ましたけど、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねたと3節にあります。一番イエス様に近かったこのまあ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、そしてまあアンデレもそれに準じる、えー、ポジションというか位置にいたと考えられますけど、この最も近い弟子たちに密かに 語られたことをイエス様は私たちに言ってくださっているんですよねですのでこの御言葉が与えられていることの恵みそしてこの御言葉が私たちを目覚めさせていた目覚めさせていてくださる恵みというのを今日も思わされていますですから私たちが本当に ひたすら目を覚まして祈り主人の帰りを待ち望み主人が来られた時よくやったと言われるものでありたいということを思わされます。では祈りますでのお父様イエス様は苦しみを受けられる前にこのようにしてオリーブ山で親しい弟子たちに語ってくださいました。 その言葉が今ここに記録され、私たちにも語られていることを覚えてありがとうございます。私たちが霊的に眠ることがないように、罪や誘惑に対して鈍感になることがないように、この世の影響を受けて、罪深い思いや価値観でとらわれないように、私たちを助けていてください。セレナル神様が、私たちを目覚めさせていてくださいますように。 聖書の御言葉が私たちに着付け薬の役割を果たしてくださり、目を覚まし、整えられたものとしてあなたをお迎えすることができるように助けてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは今日ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。